さあ、8個目、八幡山。さっき、天山、880ぐらい上がって、そのまま下って、次は730。720アップ。勾配が緩ければ、いけるけど、死ぬかも。だから山ばっかなんで、風とかは気にならず、信号も気にならず、マイペースに走れてます。頑張ろう。一応、すごいよね。森さんが先に行っていいってことで、じゃあソロで、頑張っていこう。あと92キロ、後半戦やね。すごい道。合ってるか不安になるが。ダムの横まで来たね。あと230。もうほんとちょいや。あと3キロ。行けば展望台にある。そこがフォトポイント。今日のラスボスやないかな。あの展望台はそれなりやけん。もうほぼほぼ登りが終わりと思っても。いいかもしれない。やっぱ天山がきつかったわ。セフリ、天山、八幡、この3つやな。頑張っていこう。元気が出てきた。なんか行って戻ってくるコースみたいだね、これ。どんどん前から帰ってくる。前を走ってる人がいるっていうのが嬉しいね。しかしどこまで上がるの、怖い。八幡だけ 2.5 キロ。こりゃ山肌きれい。あと200、この2キロ展望台か。頑張ろう。よし、よし、あとちょっとっすね。シャドウがえぐい。最後きつい。お邪魔です。えぐいっすね、最後。なかなかえぐいっすね。えぐい、最後が。あと20。何でしょう？どこ？あっちかな？こっちかな？いやー、わかんない。これガードレールだから。ガードレールないっすよね。なむ。八幡岳。山頂には来たけど。下でしょうね。あったかな。
なんかぽいのがありましたよ。うん、すぐ行ったら展望の看板がありました。チェックポイント。そうです、刀やばレシート入れますか。すいません、ただいまーす。残り220、3.4 キロ残り、400ぐらい残ってきたのかな。もう疲れた、あとちょい。あの山が終わったらもうほぼ終わり、残りがもう3000以上上がってる。頑張ろう。最後の補給、刀を買ってたんで、えっと、ゴールでお肉を食べれるみたいなので、あとこれがラスト。うん、海苔の味はある、おいしい。1時間が残った。あとちょっとって思ったらどっと疲れるね。あーきつい。4200アップぐらい、あと300ぐらいかな。で30キロぐらい距離は。ちょっと上着着て頑張ろう。白板の森まで下ってきました。白板の森を通って。しかし寒い。今何時？4時11分。まだ日は出てるけど、気
週も寒いです。172キロ走ってあと28キロ、もうちょいや。総上昇が4236、やばい、頑張ろう。今日14から13個目、今終わったんで正真正銘あと1個です。すぐ200個ぐらいかな。いや嬉しい、それが辛い。しゃあ終わり、中華峠終わり、せーだー。次だ、おはようございます。乗ってきました。最後のチェックポイントの多摩川のハリーマークですね。 203.6 キロ、5時37分なんで11時間37分かかって獲得4500。やばい、どうもです。はい、上側、お疲れ様です。疲れました。ここにいる、はい、すごい中に入る、次に上がらせてもらいます。でもそんなにトライアスリート、皆さんなんかトライアスロンやってますあんまりやってないです最近あんまりやってないですよ。炎上寺さんですよね。はい、噂はかねがね聞いてます。どうもです。おとといぐらいに、はい、なんか炎上寺さんも15時間かかって今回のコースなんか完走できなかったらしいからやばいんじゃないのって言われて途中で諦めちゃったんで ビビりながら来たんですけど必要なのがブルーベッカードとあとコンビニのレシート3枚とあとチェック5枚ですね。どうかな、ロギー、で最後、すごい、なんかこんなおもてなしってあるんですか今まで。いや、ないです。ないですよねいつもではないです。すごすぎる。今回はちょっと、はい、頑張ったんで。ひどい。ああ、なるほど。やってくれてるので。ああ、素晴らしい。ありがとうございます。もう、うまくしてくれたら、ちょっと嬉しい。あとは、はい、ありがとうございます。チェコンアルミコンが入ってます。マジですか。すごっ。すごっ。おお。さんの2階素晴らしい。じゃあいただきます。取っていいですか。いいですか。人生初でこんなに登りました、まあ、いませんよね。ギリ4000はあるかもしれないなぐらいだったんですけど、すごいですね。これ勘弁と。どういうところで買うんですか、こういう自転車。代表が、福岡の代表がもともとこれをお持ちで、はいはい、で、教えてもらってサイトで探して。あんまりお店じゃ、売ってないですよね。大阪あたりにあるかなって感じですね。福岡にはね、うん、へぇ、お疲れ様です。お疲れ様です。いただきます。くぅどうです。はぁ、残り60キロぐらいからちょっとふわっとするなと思いながら、でも今食べたらお肉がと思ってそんなこと考えながら、コンディションを整えてここに到達しなきゃ。コンディションここに来たブルベ200キロ完走して、なので焼肉食べさせてもらって、満喫して楽しんできました。
一緒に行った毛利さんもね、完走できて事故なく安全に走れて、天気も今回良かったのですごいいいブルベとなりました。良かったです。また参加したいと思います。ありがとうございました。